こんにちは、つむじ風でございます。前回ですね、1号機ケトラーハウス1号機の希望者募りましたが、何名か希望がありまして、話の方トントン拍子でね進んでたんですが、結局ねそれぞれ事情がございまして話の方は決まらず、現在まだ、手元にありますということでですね、再度募集をかけたいと思います。今回でねとりあえずもう YouTube の方では最終募集ということで、まず外観の方がですねこんな感じで、こんな感じでございます。こちらの窓はですね透明、運転席からね左後方がちょっと確認しづらいんでね、こちらの方透明クリアの窓にしてます。後ろの方もここちょうどセンターでね後ろの状況が分かるように真ん中入り口のドアにしてます。それでですね中の方こんな感じで、まあ天井は張ってません。あとはご随意に加工してくださいという感じでございます。まず外観の方はねこんな感じで、外の高さですね、高さの方がですね、最上部で2225、ということで、まあ2250で見てたら大丈夫でしょうかね。ここはソーラーをこの中にね差し込むためにこんな感じで、アルミのレールを合わせてました。室内光が1440といったとこですかね。高さの方はですね、まあ私なりに考えた高さで、もうこれ以上ね中で建てる高さにするとね、もう軽音の場合足回りがね幅もないし足回りも弱いんでね、もうこれ以上高くすると、横風が恐怖なんでね、もうギリギリというか中でかがんでね十分さほど苦痛にならない高さにしてます。全長がね1800かな。中の仕上げ幅が1300、になってます。でここはね外部物置、まあ中からもね取り出しできるようになってますんで、外部物置だってこれはですね、まあここ何タンバックルで止めたらちょっとまあ外して開けるのも面倒っちゃ面倒なんでね、中からの取り出しになりますか。 あそこはねバッテリー積んだりね、そんな風にしておりました。